カンサスはアメリカ合衆国出身のプログレッシブロックバンド。1970年代のアメリカンプログレハードから誕生したグループの一つ。伝統的な流れを組む王道のアメリカンプログレを展開していたが、1980年代にはポップカ路線に移行。1990年代以降からは往年のスタイルに原点回帰している。 1976年のグループショット1969年にフランクザッパに触発されて前身であるホワイトクローバーバンドが結成される。しばらくはメンバーチェンジを繰り返しながらカンザス州を拠点に活動。1972年頃にフィル・イハートがイギリスに音楽留学へと行った際、前世紀のプログレッシブロックを目の当たりにして衝撃を受け道路線に転向。 1973年にバンド名をカンサスと改名し活動を始める。1974年にファーストアルバム、カンサスファーストアルバムでメジャーデビュー。翌年にはセカンドアルバム、ソングフォーアメリカ、サードアルバム、仮面劇を発表した。これら3枚はいずれも最終的にゴールドディスクを獲得している。1976年には、 永遠の序曲を発表。伝承のシングルヒットも生まれ、アルバムは同年中に100万枚、1995年までに400万枚を売る大ヒットとなった。1977年発表の暗黒への栄光からは、すべては風の中にが大ヒットし、アルバムそのものも同年中に100万枚、1995年までに400万枚に到達している。 また、ライブ活動も積極的に行っており、毎年のように100本以上のツアーをこなしている。1978年には、1977年から1978年の3本のツアーで収録した音源をもとに、LP2 枚組のライブアルバム、偉大なる聴衆へ、を発表。翌年に100万枚到達。1979年には、モノリスの謎、 1980年にはオーディオビジョンとコンスタントにアルバムを発表。同年1月に初来日公演を開催。1981年、ソロとして活動することを決意したスティーブ・ウォルシュがバンドからの脱退を表明する。バンドは新メンバーのオーディションを行い、新人のジョン・エレファンテがボーカルソングライターとして加入する。 新生観察として1982年にアルバムビニールコンフェッションを発表。先行シングルプレイザ・ゲーム・トゥ・ナイトが17位まで上がり、久々のヒットとなる。1983年のドラスティック・メジャーズはよりポップでコンパクトにまとめられたアルバムだったが、売り上げの面では成功しなかった。バンドの象徴的存在だったバイオリンのロビー・スタインハートと、 ケリー・リブ・グレンが脱退。翌年に、バンドは、ベストアルバムの発売と同時に活動を停止する。1年後の1985年、スティーブ・ウォルシュが復帰して、リチャード・ウィリアムス、フィル・イ・ハートの3人が中心となり、ギタリストに、スティーブ・モーズを迎えるなど新たな編成で、活動再開。翌年に復活アルバム、パワーを発表。以降は、オリジナルメンバー以外、 流動的なメンバー構成で活動を継続する。2000年には、オリジナルメンバー全員でのリユニオンも成し遂げ、14th アルバム、サムホエアトゥエルスホエアを発表した。スティーブ・ウォル取在席時代2008年、未発表音源を大幅に加えた発売30周年、記念版の偉大なる聴衆用リリース。2009年には、オーケストラと共演した、ライブ DVD、 ゼアーズのプレ o スライクホームをリリース。これには、旧メンバーのケディ・ーリー・ブグレンとスティーブ・モーズがゲスト参加した。2013年、旧メンバーが客演したオリジナルラインナップで結成40周年記念ライブを開催。2014年、中心メンバーのスティーブ・ウォルシュが再度の脱退。2014年、ウォルシュの後任にロニー・プラットとデビット・マニオンが加入。2016年、 16年ぶりの15スアルバム、暗黙の序曲をリリース。ザック、リビが加入し、7人編成に移行する。またこの年、往年のアルバム、永遠の序曲の発売40周年を記念し、同作品を完全再現した、ライブツアーを開催した。2018年、フィフスアルバム、暗黒への栄光の発売40周年を記念し、同作品を完全再現した、ライブツアーを開催。 同年末、デビッド・マニオンが脱退し、トム・ブリスリンに交代。翌年3月から同ツアーを再開する。スティーブ・ウォルシュ2008年曲作りサウンドの傾向としては、ロックンロール志向の強いスティーブ・ウォルシュと、プログレッシブロック志向が強いケリー・リーブ・グレンの二人が中心である。スティーブとロビーのツインボーカル、リチャードとケリーのツインギター、ケリーとスティーブのツインキーボード、 そしてロビーのバイオリンを加えた斬新なメンバー構成でデビュー当初から独自の音楽性を展開した。プログレとしてはイエスやジェネシスといったシンフォニック構築的なバンドの影響を受けており、それらの先たちとの差別化としてハードロック的でアグレッシブなリズムセクションやバラエティに富んだボーカル、マルチなリード楽器による重層的なアンサンブルなどを武器とした。また、 当時世界的に流星していたハードロックを中心としてフォーク、ヘビブルーズ、カントリー、ラテンなど非常に雑多なアプローチを盛り込んだ洗練されていながら泥臭いというアメリカンロックの両端が同居するサウンドも大きな特徴である。デビューが同年だったカナダのラッシュや本国の皇族であるドリームシアター、スポックスビアードのように 変則的なリズムを自然に聴かせるアレンジも先進的であった。アメリカにおけるプログレッシブロック、ことにブリティッシュプログレの模倣ではない音楽性を確立したパイオニアとして、スティックス、ジャーニー、ボストンだとアメリカンプログレハードのバンドとして並び称され、後世に与えた影響は少なくない。例えば、伝承をカバーしているイングベイ・マルムスティーンは偉大なる聴衆を聞いて、 大きな衝撃を受けたといい、それまでアメリカのバンドでは、スティックスをよく聞いていたんだけど、カンサスを知ってからは僕の中でスティックスはかなり小さな存在になってしまったよと述べている。その他にもドリームシアターが、伝承、サラブライトマン、スコーピオンズが、すべては風の中にオカバーしている。2019年3月時点、ありがとうございます。